ボンドチャンネルをご覧の皆様、こんにちは。こんにちは。ボンド大阪、浅井です。岡です。はい、今日は、はい、久しぶりに岡くんと、はい、2人で。前回撮ったのも実はカリナンっていうね。やんな。2人で撮った。そうやんな。はい。だからまあ、2回目やけど、今回もカリナンです。カリナン。さあ、今日はどんなカリナンなんでしょうか。はい、まず、いろいろ様子がおかしいんですけど、これ、色はラッピング、うん、うん、純正色、純正色、純正色の、新車。いや、この色新車で行く人って、いや、最近なんかいろんな色増えたじゃないですか、うん、そうね、でもカリナンでこの色新車で行くのはちょっと、まあ、うん、なかなかね、あのなかなかなセンスされてないと多分いかない色っすね。そうですね、はい、で、まあ、本人もね、実物見ずに、まあ、コンフィグでして、はい、まあ、テンペストグレーっていうみたいですけれども、はい、テンペストグレー、はい、はい、まあ、この色が、はい、ね、いい感じの色だったみたいで、はい、この色に決定して、はい、まあ、あと見てもらえば分かるようにオレンジのコーチラインとか入ってたりだ、はい、コーチラインというので、まあ、グレーとオレンジを、はい、ね、ベースに仕上げた1台になってます。いや、なんか大阪って感じじゃないですね。あの海外、大阪というか日本ですね。マンソリー の本国のインスタとかで出てくる感じ。出てきたり、まあ、ホイールも後で紹介するけど、アメリカとかね。はい、ああ、そんな感じです。日本に走ってるというか、まあ、完全に海外。そう、西海岸な香りがすごいします。いやね。はい。で、まあ、なんか僕が知ってるカリナンは、こんななんかバンパーとかここまでいかつくないんですけど、うん、そんな新車を速攻、あ、そう、マンソリーで、あ、マンソリーで、はい、フルコンプリート、はい、ワイドボディ、マンソリーのワイドボディ、知ってるくせに、知ってるくせに、一応ちょっと言うとかどうと思って、そう、今回は、はい、新車のカリナンをお預かりさせていただいて、はい、まずはマンソリーのフルボディキット、はい、まあ、ワイドボディキットですね、はい、をまず装着させていただいてます。はい、あ、もう、まあ、これは、ね、まあ、何回もね、そうですね、まあ、このボンドチャンネルでも、はい、説明させていただいているので、ご存知の方も多いと思うんですけど、はい、まあ、このね、ここからバンパー、ね、そうですね、ここから下全部ちゃいますもんね、交換させていただいてます。ここもこれもマンソリー、そう、マンソリー製のやつ で、ね、ちゃんとディストロニック、オートクルーズコントロールも使えるようになってます、はい、で、カーボンはここの T200 の綾織の、あ、そうですね、カーボンですね、リップとダクトのところ、はい、ここと、あとここと、そうですね、ノーマルって、まあ、悪くはないんですよ、ちょっとすっきりした感じなので、あ、そうですね、やっぱりちょっとボリュームがないので、まあ、はい、カリナン、まあ、日本でも世界中でも売れてるみたいですけれども、はい、まあ、その理由はやっぱりね、マンソリーかっこよさもあるのかなと思いますね。そうですね、もう何代目ですか。何代目なんだろうね。大阪だけでも5代以上だし、うん、まあね、日本で、はい、何十台とね作ってますけど、そうです。ですけど本当に車1台買える余裕で、そうですよね。S クラスぐらい買える金額ですから、すごいですよね。うん。車の金額プラスだからね。そうですよね。車だけでもやっぱカリナンで、まあオプションも多分いろいろついてはると思うんで。でもこの色でフルマンっていいっすね。そう、かっこいい、はい、まあ、今までどちらかというと、黒とか白、はい、まあ、飯村店長はね、はい、グリーンで仕上げてましたけど、あ、はいはいはい、まあ、今回はちょっと淡い色でグレーで仕上げさせていただきました、はい、なんかこの色もあれっすね、まあ、最近多いじゃないですかグレーって、ナルドグレーとかクレヨンとか、うん、でもなんかともまた違うちょっと明るめな、ね、ちょっと明るめなグレーになってます、うん、なんかいいっすねこの色は、すごいおしゃれです、おしゃれです、はい、で、まあ、こっちちらっと回っていただいて、だからおなじみ、今回マンソリーではなくちょっと外しで、はい、ボッセの方装着させていただきました。なんかアメリカ感余計これで出てる感じですね。そうやね、はい、まあ、最初フルマンという話も、まあ、ホイールもあったんですけれども、はい、ホイールは、まあ、このデザインに一目惚れというかね、うん、したのであえてボッセを装着しました、はい、なんかヨーロッパはなんかちゃんとコンプリとかでホイール入れて、うん、なんかアメリカはこう外しでやっぱアメリカなんで、ね、アメタン入れてとか、でもいいでしょう、はい、このフィニッシュは、これいいっすね、これフィニッシュブラッシュド、ブラッシュドのサイドポリッシュ、あ、サイドポリッシュなんですね、そう、サイドはポリッシュで、はい、表面は、まあ、フルポリだとねちょっとギラギラするかなと思って、ちょっとあえてのブラッシュド、ただセンタープレートはこれ、ちゃんとビレットの磨き上げの
削り出し、削り出しの、ポリシのプレート、これもボス製から取り寄せたやつですね。はあはあ、で純正のセンターキャップでここ塗ったんですか。ここはあのコーチラインに合わせて、で、まあ、キャリパーももともと黒だったかな、黒だったんですけど、キャリパーペイントオレンジにさせていただいて、はい、かつここのリングをへえ、マンダリン、マンダリン、ね、マンダリン、マンダリン、コーチラインと一緒で仕上げさせていただきました。へえ、なんかここ塗るのいいですね。ちょっとこれ初めて見ました。はい、そこね、まあそれはお客さんの要望で。ああ、すごいおしゃれですね。おしゃれでさせていただいてます。はい、インチは24。まあここは定番の24で、ね、はい、フェルデステインのタイヤを組み合わせてます。はい、でもうオーバーフェンダー用なんですね。スペーサーとかじゃなくて、もうスペーサー用じゃなくて、はい、マンスリーのフェンダーに合うようにもうスペーサーなしで装着するので、はい、まあ、だからここまでコンケーブ取れてるわけですね。リアは特に、はい、コンケーブ取れてるような形になってます。すげえ、なんか、ね、すっごい悪く言うと浅井さんっぽくない仕上げですよね。浅井さんもあのすごい堅実な、こう堅実な、ね、多分マンソリー行くやろうなっていうところをボッセ入れて、まあそのね、お客さんのセンスも ね、ここも乗りたいとか、はい、あのいつもの浅井さんやったら断りそうな、うん、そんなことないよ。そんなことないけど、まあ、お客さんと、ね、こう波長があって、まあ、こうしましょう、うん、こうしましょう。いやでもこれすごいおしゃれですね、はい、何パターンか合成作って、はい、これが一番いいねみたいな感じで、はい、あの選んでいただいたやつですね。なんか夜な夜なこうやってずっとやってましたもんね。あのアイコラね。そうしてました。今のはピー入れてください。で、フェンでこれ、はい、フェンダーもワイドボディのここから変わってるんです、ね、そうです、ここはマンソリのフェンダーに交換してます。だから、ね、普通ここまで変えないですもんね。まあでも結構やるっていう人はもう最近増えてきたかな。だからこのフェンダーだけで、まあ、正直ね、国産自動車1台ぐらい買えるぐらいの金額しますから。新車でね、新車で、はい、で何が違うというとここにちゃんとダクトが、そうですね、ここがちゃんとダクトが入ってる、ここ入って、はい、そしてフェンダーを交換するので、はい、ここのライン、はい、うん、これコーチラインがあれですもんね、普通そう塗装ですもんね。そう塗装で純正のコーチラインなんですけれども、はい、それがもちろんフェンダー変えたらなくなっちゃうので、え、これ塗装ボンドボディで、知ってるくせに知ってるくせにボンドボディで、わざわざマンソリーのロゴと、はい、このコーチラインを同じ色でマンダリンでこう入れていた、いや、あの入れ、すごいですよ ね、これすごいね本当に、はい、もうほんま分からへん、分からへんし、これ分からんすね、分からへんし、色もドンピシャですし、ドンピシャで、はい、でここをまあちゃんとマンソリーにするという、これがこう分かんないと思うんですけど、これ段差がないんですよね、うん、職人技やね、はい、でコーチラインはわざとこっちが段差あるからちゃんと段差あるように仕上げ、ね、純正っぽく仕上げて、これだって最後にあの筆で描くっすもんね。そう筆で、筆、うん、か、そうかな、すごい。いやこれこのなんかあのこのラインってあのハンドメイドなんで、うん、あのよく言うとその職人がちゃんと書いてて、でも悪く言うとたまにこうラインちょっとガタガタしてるんですけど、ね、それが雰囲気すごい合ってるんで、だからボンドボディの職人はすごいよね。すごいですね。なんでそんな急にこう車内の、いやいや、あの今回もね、まあ、前回もそうでしたけど、はい、ボンドボディで作成、そうか、前回黒やりましたね、前回黒、はい、それも白のライン入れました、はい、させていただいてますね。すごいですねこれで、ダクト、うん、まあ、分かるように、ね、トリムを、はい、させていただいて、まあ、インフレもこういうふうに入れてます、はい、でここもダクトが入ってでからのサイドスカートに続きます ね、 そうですね、ここからサイドスカートで、まあ、ここね、ここ、そうですね、ここカーボンで、ここのカーボンラインが、うん、上は塗り分けですもんね、これ。で塗り分けですね、上は塗り分けで、下はこう、下これ一体でしたっけ、これこのパネルって、このパネルは一体じゃないね。別で。でこちらの方も装着させて、まあこれはね、フロントバンパーとかオーバーフェンダーセットになってるの で、ね、ここからずーっとなってるので、はい、驚愕の値段ですけど。そうでもカリなんてサイドスカートがノーマルだったらちょっとあのしぼしぼのやつだったりとかして、あのなんか迫力というか高級感がもうちょっと欲しいなって。だからあのまあ皆さんよく絞取りペイントとかもしますし、でもやっぱね、オーバーフェンダーできたらやっぱりサイドもボリュームある感じの方が、ね、やっぱりこうすると全然違いますね、うん、かっこいいですね、すげえ。 でこのままこうサイドスカートいって、まあ、リアがオーバーフェンダーで、サイズは通し、サイズは十字エイド通し、通しでだけれどもコンケーブの具合をコンケーブしてる、ね、してるのでこうちょっと斜めから
見ていただいたら分かると思うんですけど、えげつなくね、はい、これねお客さんは、まあ、もちろんね、まあ、オフセットも全然違いますし、うんうん、でまさかのマイナスオフセットなので、あマイナスマイナスオフセットです。すげえ。でコンケーブはマックス取れるだけ取ってるのでこんだけ、へえ、横から見たらセンターキャップ見えないぐらいこうコンケーブしてる感じですね。マイナスオフセットって懐かしいですね。僕のラーメンみたいな感じですよね。そうそうね。へえすごい。なのでスペーサーなしで、まあというのフェンダーって20ミリだったっけな、確か。ああその純正比で。純正比、はい、カリなんて20ミリ20ミリだったと思うんですけれども、まあ綺麗に。もともとカリなんて結構浅めなんす、浅めというか薄いよね。そうフェンダーは、ね、20ミリ20ミリだけですけども、はい、こんだけ迫力が。いやーかっこいいですね。やばいですね。で、まあ、キャリパーも同じオレンジで、ここもフロントと、はい、フロントの同じく、はい、オレンジで、はい、ちょっと差し色入れてるような感じになってます。はい、かっこいいこれ、はい。まあ、でも岡もね前、うん、あの紹介一緒にさせていただいた黒いやつも、はい、ボスセ、あれはまあ真っ黒で仕上げましたけど、ね、あれは 3P だったけれども、はい、同じデザイン S17 の14かな、はい、のこれはワンピースで仕上げさせていただいた感じですね、はいはい、確かにこっちの方がシンプルに見えるんですけど、これだけワイドボディでってなったらこれぐらいの方がバランスいいかもしれない、ね、うんね、足元はそうボディがねどっちもなんかこうガチャガチャしちゃうと感じよりは、はい、ホイールはすっきりと足が長く見えるような感じでワンピースでさせていただいてますね、はい、でさらにこれもついてる。そう、これもマンソリー、はい、このマンソリーの D ピラーですね。このスケール予定なかったんですけど、はい、まあ、あのフェンダートリムするんだったら横のバランスであった方がいいんじゃないかというので、装着させていただきました。これついて、まあ、ここもカーボンですかね。そう、ここもカーボンなんでそんなに悪くないかなという形でやってます、はい、うん、これかっこいいですね。でリアスポイラーの土台もちゃんと黒くベースで塗ってね。あ、これがもともとグレーなんですね。そう、こっちやね。ここからあ、ここね、ここがグレーなので、まあ、ここは確かにここは黒の方がいいですね。そう、黒くなって、まあ、一体に見えるようにして、はい、マンソリーのロゴ入れて、はい、すげえ。でここマンソリーついて、ここもマンソリーです、ね、そう、ルーフスポイラーとタンクス、はい、まあ、でもこの辺はみんなしてますよね、まあ、そうですね、うん、ここはみんなつけてて、でリアのバンパーマンですね。バンパーですね。こっちがこれね、マンソリーを装着すると、はい、ちょっとね全長が長くなるので、そうですね、関車に乗りにくい。そう、浅井さんはこのカリナンを積むために関車改造しましたもんね。ちょっとネジ穴をねちょっと調整して、はい、これでギリギリですね。ギリギリ詰めますね。だからもうここをカーボンを残して、そうですね、ダクトがあるんで、はい、まあディフューザーの形もすごい、うん、かっこいい、綺麗でかっこいいですね。ここ残してマフラーカッターは、まあ、クロームで統一、うん、そうですね、で、真ん中のディフューザーに続いていくような仕上がりになってます。はい、ここにダクトが入って、はい、やっぱかっこいいですね。こんだけボリューム出ると、こんだけボリュームあるとね、はい、本当にあの、うん、みんなに言われますね、うん、えげつないの入ってますねみたいな。そう、いや今日来たあの岡のお客さんは、うん、岡さんこれ売らないんですかって、いや今日できた、早速そうなんです、今日できたんですけど、はい、これね、あの見積もり見てたら、最初にお客さんと話してたのが去年の7月で、はい、実際に、オーダーしたのが10月、あ、 なるほど。なのでやっぱり7月10月で、今が5月、あ、まあ、車が来たのが4月だったの、はい、3月かな、4月だったので、はい、まあ、やっぱりなんだかんだで半年ぐらいお客さんと話しながら、まあ、仕上げていったような感じですね。そうですね。でやっぱり今物が来るのがね、全部ヨーロッパからの荷物が遅いですし、生産もやっぱり、ね、ウクライナの影響とかコロナの影響とかで生産も時間かかるので、はい、やっぱりこのお客さんでも半年ぐらい、納車半年ぐらい前から、打ち合わせをして、はい、先にオーダーしといて、もう車来たらピタードっていうのはもうすぐに書かれるように準備はしておきました、ね、そうですね。やっぱりこう結構ね、あの、いや僕もお客さんやったらめっちゃ思うんですけど、今日行って今日つけれんのってなるんですけど、どうしてもね、そうそう、あの今アメタンも納期、ね、半年からとかな、うん、やっぱりみんなこういろいろこだわって作ってるっていうのがね、うん、分かりますよね。全部既製品じゃなくてね、セミオーダー、トホリなんて特にもうサイズから全部フィニッシュからセミオーダーですし、で、マンソリーもあのカーボン面で、ね、そうですね、いっぱい選べるんで、まあ、基本的にセミオーダーになってるので、はい、まあ、その辺は、まあ、時間はどうしてもかかるかなと。そうですね、ただやっぱり仕上がるともう本当に世界に一台の、
仕上がりになるかなと思いますね。日本これは世界一の、ねうん、これはかっこいいですね。仕上がりになるかと思いますね。まあ、せっかくなのでそのまま内装もちらっと見てみましょうか。内装もじゃあはい、はいというわけで内装ですね、はい見てください。もうオレンジ、はい、これここグレーですよね。どこグレーやね。あだからちょっとまあボディ色に寄せてるという、ね、確かに黒じゃないからね。ボディ色に確かに似たような仕上げになってます、うん、そうですね。でオレンジがベースで、シート本体もオレンジベースで、はい、ちょっとリアも開けさせていただきましょうか、はい、うわかっこいい、かっこいいですごいね。シューティングスター付き、シューティングスターそうですね、はい、上はシューティングスターもう最近カリナンのカリナン探してってお客さんから言われてもみんなこれは欲しいって、うんはいね、シューティングスターやっぱり流れ星がね流れるんで、そう願い事が叶うという、はい、でも早すぎて言い切らないへえというですね、まあ、内装は手を加えてないですけれども、はいまあ、これもそうですね、その外と中でちゃんと組み合わせて、そう組み合わせて、はい、作ってるっていうのが、まあ、コーチラインの、まあ、オレンジとキャリパーは合わせてね、はいそうですね、この辺はね弊社でさせていただいたので、はい、この辺は合わせて売ってるような感じですね、うん、確かにキャリパーとか、はい、あのこのマンダリン合わせて、ね、やっぱり横から見た時とかもあそうね、はい、すごく華やかでトータルバランスが良くなります、ね、いい印象だって、ねはい、横から見てもすごくいいスタイルですね、うん、いやこれかっこいいですね。本当にいろいろありましたがまあ、でもね、新車でこんな車扱うと、はい、本当に気が利きじゃないので、まあそうですね、はい、あんまりできれば嫌です浅井さんいつもブログに書いてる、できれば皆さん1回乗ってから持ってきてもらえるとっていう、はい、そうです、はい、でもこれもお客さん納車の時にここ、納車して、まあ、1周だけ行ってもらってから預かっているので、うんはいまあ、一応1周はしてもらってますね、はい、だからオーナーより先に乗るわけないかなと、ね、そうですねいやでもこれかっこいいですね、はい、こんな感じで、はい、今回は仕上げさせていただきました、はいそれでは岡君、本日のカリナいかがだったでしょうか、はい、いやまあまずまあそのボディカラーで圧倒され、はい、でフルマンソリーにボッセでオーバーフェンダー用でちゃんと中外のトータルコーディネートで、はい、合わせて、いややっぱいいっすね。あそうやっぱいいよねかっこいい。でもう最近そのまあカリナンとかってちょっと特殊な車やと思うんですけど、ゲレンデとかでも白黒以外増えてきたじゃないですか。あそうやね、はい、結構お客さんもなんか変わった色頼んだんだよねとか、やっぱりこういうの見てると、ね、今までみたいに白黒じゃないと値段が下がるとかもちょっとなくなってきてますし、でそういう車であえてここまでやるっていうのは、うんなんかいいなって。そうですよね。そうそうそう、まあ、これがね、本当さっきちらっと言ってたように、うん、日本であるだけでなんかね嬉しく、そうそうそう、日本でこういうのを作って、まあ、仕上げてもらっただけでなんかすごく嬉しくなりますよね。うん、そうですね。もう今までずっと、ね、今だったら SNS とかでどんどん見れるんで、うんうん、まあ海外すげえなーって思ってたのが、うんうん、どんどん今ね日本からこういろいろ発信していけてっていうのは、うん、嬉しいですね。嬉しいですね。はい、ねオーナー様にもね、まあ、大変お待たせいたしましたけれども、はい、そうですね、喜んでいただけると思いますので、はいはい、またねこれは納車に行きたいと思います、はいということで本日はですね、カリナンのフルマンソリーのボスですね、はい、紹介させていただきました。ボンドチャンネル、チャンネル登録の方もまたよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。